グラディス・パーカーはアメリカ合衆国の漫画家でファッションデザイナー。代表作はコミックストリップのマップシー。1930年代から1950年代にかけて活躍した数少ない女性漫画家の一人である。1908年ニューヨーク州とナワンダの生まれ、母はキャロライン。7歳の時に足を怪我し、回復するまでの間自分自身をモデルにして、 絵を描き始める。トナワンダハイスクール在学中に、ニューヨークの雑誌社に漫画を売り込む。ハイスクール卒業後は短期間だが、材木置き場事務所で働き、要塞も得意だったことから、友人や自分向けの要塞店を自宅に作る。ファッション画を勉強するため、トランファーゲンスクールオブファッションに入学し、1928年に卒業する。新聞漫画を始めたのは、 ニューヨークグラフィック紙で1928年頃連載中だったコミックストリップメイジュニーを引き継ぎ最後を締める。それからユナイテッドフィーチャーシンジケートで2年、NBA で7年間を働く。この間、1928年にフラッパーもののコミックストリップゲイハーギャングを連載。 1930年3月21日から1935年まで女性漫画家エセル・ヘイズの創造したコミックストリップフラッパー・ファニー・セイズを描く。NEA には1936年までいたが、この時期にラックスのためにもコミックストリップを描いていた。1937年自分自身をモデルにしたマプシーを創造し、その経緯については、 マプシーを思いついたのは漫画家のルーブ・ゴールドバーグから私の髪の毛がモップみたいだと言われた時、数年前のことでそれからずっと彼女のことばかり考えてたわと語っている。1945年からカラーのサンデーストリップ版マプシーも始まり、黒くのマプシー・モーズという奇世界髪人形も描いた。第二次世界大戦中は婦人陸軍部隊のために ベティ GI を連載し、1942年から1944年までは女性パイロットが活躍する冒険漫画、フライイン・ジェニーを描く。戦時中のマプシーは看護婦、軍需工場で働き、人気はさらに高まった。戦後は普通の市民生活に戻った。私生活では1930年5月9日にパルプマガジンの差し絵が家で、 漫画家のベンジャミン・ストゥーキー・アレンと結婚。パーカーは、ソサエティ・オブ・イラストレーターズ、全米漫画家協会メンバーでもあった。1965年、マプシーと共に漫画家業を引退。晩年は、ハリウッドで暮らした。1966年、グレンデールにて肺がんで死去。58歳だった。フラッパー・ファニー、セーズとして、 漫画家としての名声を得始めた1934年には、グラディス・パーカー・デザインズという名前で自作の服を店頭販売していた。ありがとうございます。